ペマガツェル県の位置、ペマガツェル県は、ブータン東部の県。面積は1022平方キロメートルで、2013年、の人口は24,646人、人口密度は24.1人、平方キロメートルである。ブータン東部では主に東チベット諸語のチャンラ語が、共通言語として用いられる。2011年2月、遠隔地に住む42世帯を市街地に移住させる。 計画が立てられた。自然、社会資源の利用を容易にするためである。移住によって、生活環境が向上し GNH に反映されると、考えられた。この方式が成功すれば、派遣にやルン世県にも適用される。ペマガゼル県は、山脈や急な坂、狭い谷で大きく分断され、平地は少ない。標高は1000から3500メートルに及ぶ。 年間平均降水量は1500から3000ミリメートルである。村がそれぞれ離れているため、輸送は難しく効果になる。53%の土地が森に覆われており、新葉樹と紅葉樹が中心である。45%の土地が農地で、寒地農業が中心である。いくつかの村で、カルダモンや生姜、 みかん等の園芸作物が栽培されているが、道路や市場への交通利便性が低いことが障害になっている。灌漑用水が少ないことと野生動物が作物を荒らすことも大きな問題である。南西部のノルブガング村の一部は、王立マナス国立公園に含まれる。2001年には、16の小学校高校で3740人の生徒が学んでいた。 医療は、県総合病院や4つの基礎保健隊、22の遠隔委院が担う、88の水道局が水を供給する。電力供給が足りないことと、道路や市場への交通利便性が低いことが、県の成長の大きな河ぎになっている。石膏鉱山開発や、道路建設等が重要な収入源である。文化、宗教的道具の生産も、収入を生む。 クリチュ発電所計画が成功すれば、電力供給が向上し、県の成長に寄与すると考えられている。ペマガゼル県は11の村に分かれる。ありがとうございます。